ついに今日脱出する。西尾に待ち受けるのは最悪の結末か、それとも鍵は壊れねえだろ。なんか今日静かだね、二人とも。もうやるべきことは脱出のみなんで。おはようございます。はい、7個目の朝です。昨日の夜の段階で、覚悟を決めたので脱出したいと思います。もうやるべきことは脱出のみなんで、これを一つの記録として、残していければなと思います。ただ、このビデオがもしね、世間の人にね届けられればね、こういうことがあったんだなっていうことをね、知っていただきたいですね。とりあえず、この動画がね、残ってようが残ってなかろうが、僕はね脱出したいと思います。脱出して自分の口で伝えられればなって思います。それでは失礼します。樹海には自殺しきれなかった者たちが暮らす村がある。そんなただの噂話から始まったこの樹海生活。それも7日目を迎えた今日、西尾は現実離れした多くの出来事を体験してきた。初日、長老とおばさんに温かく迎えられ、いつもとは少し違う日常を送るはずだった。吉野さんの失踪、泉田くんの出現、臓器らしきものの運搬、拷問跡が残る倉庫、拘束され生死不明の岩田。これまで起きてきたことは西尾にとって全てが現実のことであり、村に潜入した代償はあまりにも大きかった。昨晩泉田くんと話し合った結果、作業中に隙を見て荷物を回収し、来た道を戻って脱出することに。お邪魔します。おー、おはよう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よし、よいしょ。お、今日元気そうだな。今日もそうですね。あ、今日も元気いただきましょう。はい、いただきます。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 美味しいですね。うん。そういえばさ、はい、なんか昨日倉庫の鍵が壊れてたんだけど、はい、ドアがちょっと開いてたんだけど、うん、なんか知ってる？風とかじゃないですか。風で壊れねえだろお前。でも今日結構普通かなかった。まあ強いけど鍵は壊れねえだろ。風ってことはないんじゃないかな。風じゃないですかね。うん、本当に知らない？あ、僕は全く知らないです。泉田、僕も知らないです。知らない？はい、はい、鍵はどんな感じで壊れたんですか？いや、なんか地面にボコンって落っこって割れちゃってた感じで、ちょっと不自然な感じだったんでね。うん、風はそこまでしねえよな。まあ、知らないならいいけど。あ、はい、うん、まあな、なんかあるといけないからちょっと気をつけて見ててくれや。はい、
昨日は岩田の救出に頭がいっぱいで後先考えず鍵を壊してしまったにしよう。そのためおばさんに問い詰められて焦りを隠せなかった。長老とおばさんは少し疑いつつも倉庫の中を見られていないことに安堵した様子だった。ごめん、ちょっと今日はでもな、まあ不審な奴がいるかもしんねえからさ、はい、まあまあそのな、倉庫の鍵の件もあるし、はい、まあ何かあったら教えてくれや。あ、分かりました、お邪魔す。あ、頼むな。はい、いや、すいません、ごちそうさまでした。ごちそうさまです。じゃあ午前中のお仕事、うんうん、お邪魔す。はい、よいしょ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。風か、あいつら。そこの、はい、出歩きがあるんだろ。はい、あそこの下をずっと掘ってほしいんだ。ああ、下ですか。うん、はい、午前中に2人であそこ全部耕して、はい、で、様子を見て、はい、昼から何やるか考える、はい、うん、はい、あ、じゃやってくれ。はい、今日の作業ですね。うん、道具分かってんの。道具、ああ、いつもの、はい、うん、高安さん、うん、じゃあ2人で。ああ、分かりました。はい、そうな、あ、すいません、はい、作業しながら、はい、話す感じで。倉庫の件で強化されたのか、常に猟銃を持ち監視できる位置に。荷物を取るには長老の横を通らなければならない最悪の状況だが、常に脱出の機会を伺う。ここまでに針が来るか。今日だけじゃない、今までいなかったから。そうです、こういう日に限って、あ、そうだ。こういう日に限ってなんで見張りができるのかな。まあ、相手も勘ついてるってことか。あ、寝てる？ちょっと、あんま目合わせない感じで。ちょっと、ちなみにして、ショールのこと。どう？動いてない。動いてないよね。動いてないよ。はい、押していけるかこれ。長老が居眠りをして絶好の機会が到来する。しかし寝ているとはいえ、手には猟銃が握られており、いつ撃たれていてもおかしくない。失敗はできない、この命がけの脱出計画、本当にこのタイミングでいいのかと葛藤するにしよう。行こうと決意したその時、つらい顔じゃ引き続き何かあったら。もうクソ多いな。決意を固め動き出した矢先に長老が起きてしまう。間一髪のところで作業に戻るにしよう。脱出こそはできなかったものの、計画がバレずに済んだため再度脱出の機会を伺う。めちゃくちゃこっちにいてくる。隙がねえな。はい、あ、そうですね。まあ座って休憩しろよ少し。
辛いかやっぱり。そうっすね、ちょっと結構きますね。まあな、余計なこと考えずにさ、はい、うん、父を掘り返してりゃいいんだよ。そうっすね、余計なこと考えてんじゃねえぞ。いや別に考えてないです、そんな。うちのも余計なこと考えてんじゃねえぞ。はい、そうっすね、そうっすね。こちらの計画に感づいているかのような長老の言葉、西尾は絶望感を覚えるしかなかった。その後も長老がつきっきりだったため、あまり身動きが取れず昼食を迎えることになった。はい、よいしょ。とりあえず午前中お疲れ様。あ、お疲れ様です。いただきま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 す。なんか今日静かだね、二人とも。あ、ちょっと午前の作業で疲れちゃった。疲れた？はい、久しぶりに。余計なこと考えてんじゃねえのか。いや別に。そんなことないのか。結構体を動かしたなと思って、二人でちょっと話してましたね。うんうん、もう二人は仲良くやってんだろ。そうですね。はい、だいぶ慣れました。本当。はい、今日のおかずこれ何ですか。ん？肉っすか。うん。あ、これ肉なんですね。え、肉じゃないですか。うん。イノシシだ。イノシシ。去年の夏かあれ取ったのは。そうだね、そのぐらいだね。さつまいも食いに来たんだよね、こっちな。そうそうそう。芋方が荒らすんだよ。で、この銃で仕留めて、はい、塩で揉んで漬けて、はい、保存食なのかな。お食べなよ。あ、すいません、ちょっと。なんだよ。今ちょっとその、何かあれなんですよ。タンパク質控えてて、ね。バカ野郎、何がタンパク質だよ。そうなんだ。すいません。豆はないか。ん？豆。豆はちょっと今日用意できなかったな。そう。豆もな、タンパク質だもんな、いいかなと思ったんだけど。めったに食卓に並ばない肉も今日は並んでいた。岩田が運ばれ殺されたであろう次の日に、岩田の肉の可能性があるそれを西尾は口にすることができなかった。もういいのかご飯。あ、はい、もうたくさんか。そうですね。お疲れ様です。うん、まあ、午後もそうですね、頑張って。はい、はい、お疲れ様でした。ごちそうさまでした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、あ、わかりました。もう午後だぞ、ずっといるな、やばいね。タイヤもそろそろ落ちてくんじゃない。
今のうちに逃げられるかもしれないです。え、今長老本当泉田くんが長老の居眠りに気づく。それを聞いた西尾も長老の隙を見逃さなかった。あっちに、どうした、こっから、うわすげえ、あ、これ乱入にすると。そうです、そうです。そして泉田くんがとある抜け道を発見。急遽脱出経路を変更することに。3段階に分かれている畑の最上段から抜け道を使い、一気に広場へと駆け下りる。そこから部屋まで走り抜け、荷物を持ち来た道を戻って脱出する。生きる希望をなくしてこの村にやってきた泉田くんだが、この村で一緒に生活していくうちに徐々に元気を取り戻していった。そして一度生きることを諦めた西尾に手を差し伸べてくれた。互いが互いを助け合った末、二人は一蓮托生の関係となっていた。岩田の死を目の当たりにした二人の目的は一つ、脱出して自分の口で伝えられればなって思います。
た。来た、やっと来たよ。遅いよ。お前無駄になっちゃうよ、ここまで来たの。マジ村早く行かないと暗くなるって。しようしよう。いたいた。いたよ。早く行こうよ、もう。何してんの？しょんべん小僧。日暮れちゃったよ、もう。じゃあ早く行ってきて。お願いします。次回村に。もうここが詰まってるから、スケジュールが長すぎだろ、トイレ。じゃあ僕らは帰ります。払いたいの？ここですんのか、お前。ここです。出なかったの？めちゃめちゃごね出してるよ。ここに来て行きたくなくなってきた。いや、行ってきた。え？行ってきたじゃん。やばいんだけど。やば。マジ、やばいごね方してる。やば。じゃあ、泉田がさ。誰？泉田、泉田。泉田って誰？始まるんですよ、こっから生活が。まあ、じゃあ今日から7日間、はい、行くか、にしよう。よろしくお願いします。カメラ回そう、ちょっと。よし、じゃあとは頑張って。はい、ホテルいるから。なかったら来てね。はい、うん。行くよ。はい。があるって言ったんだよ、入ってくる。なるほど。何かマークがあるって言ってたんだよね。